30年前、産声を上げたなでしこ。世界の壁は厚く、何度も跳ね返されてきました。それでもいつか世界の頂点に立つことを夢見て、なでしこたちは恵まれぬ環境の中、ひたすらボールを追い続けてきました。そして今、こぼれている、さあ押し込む、日本決勝進出。世代を超えて受け継がれてきたサッカーへの情熱が世界を驚かせています。今までになでしこジャパンを作り上げてきた選手たちの分も明日はピッチで表現したいと思いますし、この1試合にかけてる思いもありますし、最高の1試合にしたいと思います。 FIFA 女子ワールドカップ決勝、日本女子サッカー30年間の汗と涙が大きな花を咲かせます。